こんにちは、速稼塾の久保でございます。今回はですね、お金を稼ぐ方法を2つ紹介したいと思います。実際にこれはね、私がこの最近やっていることと、あとね、周りの人にもやってもらっていることでございます。少ない金額から大きい金額まで両方とも今日はあります。前回帰ってこれる理由っていうのがありましたけども、やっぱりね、なんで帰ってこれるかっていうのは私が発信してるっていうところもありますし、やっぱり人って変化するんですよね。考え直したりとか、ルーツを探った時に、そういえば億万長者合宿参加してたなっていうふうに思い出す時があるんですよ。で、その時にそういうふうに振り返って人は変化して思いついた時に、じゃあもう一度っていうふうに手を伸ばしてね、その時に発信している人が相変わらず発信していると、ああよかったって感じでメールを送ってくれたりすると思うんですよ。まあ本当にね、吉谷さんの言われた通りですよね。で、そこでですね、いいポイントだと思うんですよ、この帰ってきたっていうのは。というのが、私は儲かる方法を2つ発信している最中だったんですね。一つはですね、すごいですよ。動画概要欄にもちょっと貼っときますけども、みんなの銀行っていうね、アプリがあるんですよ。みんなの銀行ってアプリ、これ、まさに銀行なんですけども、このアプリで口座開設をすると、まず審査は結構緩くって、この人ブラックだろうみたいな人でも通ってたりとか、自己破産の経験がある人も通ってたりするんでね、銀行口座作れちゃったりするんですよ。で、銀行口座を作るときに、動画概要欄の私のね、紹介コードを入れて、で、アカウントを作ると、なんとね、1000円儲かっちゃうということなんですよ。で、1000円儲かったらそれで終わりじゃなくって、今度は自分に紹介コードが作られるんで、自分からいろんな人にね、口座作りましょうっていうふうにして口座を作ると、自分に1000円、その人に1000円って感じで、まあ、お互いに1000円ずつ儲かっちゃうと。で、上限30万まで儲かるって話ですよね。だからね、儲かる方法がない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 って言うんだったら、儲ける方法がない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 って言うんだったら、まずはこういうふうな1000円を確実に積み上げて30万円にすることだと思います。私はすでに2日目なんですけど、1万1000円入ってて、今日もね、口座を開設してくださる方が何人もいるんで、明日にはまた金額増えてると思うんですよ。これ反映が翌日とか翌々日なんで、すぐに分かるんですよね。もちろんすぐ引き出して OK ということなんで、引き出し方法もこれから調べようかと思います。さあ、そしてですね、もう一つ儲かる方法なんですけども、これがね、一時支援金っていうやつがね、今国が支援しているやつがあるんですけども、このコロナ禍で昨年と比べて、もしくは一昨年と比べて売上が 50% 以上落ちていて、なおかつ飲食店の方、もしくは不要不急の外出自粛の影響を受けている全国の全業種の方ね、売上が落ちてるんだったら補填しますよって形で、上限3ヶ月で1、2、3月で60万、そして4、5、6月も一時支援金の続編ということでね、月次支援金ってやつがあるんですけども、これも20万ずつということなんで、合計120万法人には付与される。で、合計で60万個人事業主には付与されるってものがあるんですよね。で、これもご存じない方とか、いや自分は対象外でしょうって方もいらっしゃるんで、まずは私が口火を切ってやり方を丁寧に説明して、私はこういうふうにして、受給できてますよということでお見せすると、あ、じゃあ自分でも大丈夫じゃないのみたいな形が結構いらっしゃるんですよ。例えば一つの例としては、メルカリで商売をしていたけども、不要不急の外出の影響かなんかでね、売り上げが落ちたって人、こういった転売も当然ね、まあ、物によっては不要不急の外出自粛によって売れなかったりするわけですよ。あとは飲食店のコンサルさんも、多分こういう時には打つ手がないから、コンサルの需要ってのは低迷してるでしょう。それから他にもですね、アフィリエイト広告、これもね、打撃を受けてる業種はあると思います。で、ネットワークビジネス、ネットワークビジネスで説明会とかプレゼンができない、ルノワールでお話ができないからっていうので影響を受けて売り上げが今年は落ちてるって方もいるでしょう。というふうな例を挙げればキリがないんですけども、普段からね、まっとうなビジネスを持っていれば、まっとうなビジネスだというふうにちゃんと思ってちゃんとやっていれば、こういう時にそれが利用できるってことなんですよ。ただ普段から舐めていってね、ちゃんと税金も払ってないとかね、確定申告もしてないみたいなことになっちゃうと、こういう時にせっかくの救済策が使えないってことになるんで、やっぱり商売ってまともにやることだと思うんですよ。特にこういうふうな給付金を当てにするわけではないんですけども、普段からまっとうにやっていて、きちんと自分のやることをやってね、帳面もつけて、一つ一つログも残していくと、やっぱりね、こういう時に守りになるかなと思うんですよ。で、余計なクレームが入った時も、私は動画で全て解説してるんで、この動画を見てくださいって言えるわけなんですよね。日付も入ってますしね。だから言った言わないっていう論争にならないわけですよ。ということで、ビジネスのトラブルを避けるためにも動画発信っていうのはすごくいいんじゃないかなと思います。まあ、そういったところにね、きっと億万長者合宿の、ルーツもあるんじゃないかなと思います。で、帰ってきてくださった方ね、本当に嬉しいなと思いますんで、これからも、その時のようなやり取りが続くといいなと思ってます。いってらっしゃい。